カキン TV Everyday。 ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。高級フルーツをチョコの沼に沈めてみた。どうですかこの色鮮やかなフルーツたち。そもそもなんでね、こんな企画をしようかと思ったかというと、チョコバナナってうまいじゃん。で、チョコに合うフルーツって結構あるじゃないですか。だからバナナ以外でもチョコバナナ的なやつって美味しいのあるんじゃないかなと思って、かつ美味しい高級フルーツでやったらもう最高でしょ。ということで今日はね、じゃーん、この鍋に20キロのチョコレートを溶かして、フルーツを沈めてチョコレートコーティングを施して、チョコバナナの他のフルーツ版作っていきたいと思います。で、今回ここにあるフルーツ合計すると10万円相当のいいやつ含まれてます。まずはイチゴ、これね、赤いイチゴと白いイチゴあるんですけど、これ2つ合わせて2万円以上します。1箱1万円クラスで、その他ね、この箱に入ってるこのリンゴで、これみかん系のなんか発作っつったかな、高級マンゴーとか、その他レモン、キウイ、普通のみかん、グレープフルーツに梨、パイナポー、そしてこれ1つ2万円以上する高級メロン、そして今回の主役バナナ、かなりの高級バナナです。あとブルーベリー、さくらんぼ、そしてこれつけたら面白いんじゃないっていうね、ぶどう、そのまま突っ込んじゃおうかなと思って、あとカラースプレーと、あとね、ぶっ刺す串系ね、もうすごいいろいろあるんですよ。なんか2本のやつとか、このね、リンゴそのままぶっ刺すそうなやつとかね、あの竹串とかいろんなのも用意したんで、見てこのチョコの量、32キロくらい買いました。お店開けるわ。ブーンブーン。で、これ湯煎鍋なんで、中にこれ、二重になってて、水入るようになってるんですよ。その水を今、中でこう、熱くして、チョコを入れていくわけ。そうすると一気に溶けると。どう見てもこれ、豚骨スープ作ってる鍋だよね。それでは、鍋にチョコ入れていきます。これめっちゃいい香りなの。あー、超いい香りこれ。こんな感じ。いきます。あー、まあまああったかくなってるから、一気に溶けるもんなのかな、これ。チョコファイヤー。どう？あ、なんかツルツルツルってなってる。あ、溶ける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 けど時間かかりそう。これうわー、優しく溶けていってる。これはほらー、いけー、相当何時間もかかりそうだなこれ。ゴー、ほら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 、高さミスって、これ肩がきつい。結構溶けてきました。見てこれ、ほら見て、なんかさ、カレーとか作るよりなんかちょっと楽しいんだけど、なんかいい匂いで、ガンガン増やしていきます。結構もうね、なんか早く溶けるようになってきたんで、ガンガン入れます。すごいよ、バレンタインチョコ1000個作れちゃうよ。中にチョコボールができちゃって、出てくれない。これで、チョコボールさん、出てくんない？あなた、すごい力でやったから、なんか入っちゃったよ。いや、やば、あーすげー、これが2、30リットルのボリューム。早く溶けてくれ。ちょっとグツグツしてきてんぞ、これガチで沼になってきてるぞ。ほら、こんなもんだろ。オッケーだな。おお、深い深い。いや、チョコレート沼完成です。おおほほほ、ブーンブーン。それではチョコもね、準備できたんで、フルーツをね、串に刺したりして下準備していきたいと思います。串刺しって感じで刺していくぜ。もったいねー、なんかもったいない、普通に食べたい。おわー、おい、ってってってた。これイチゴ、本当に大きいイチゴなんで、4つくらいしか刺さんないかも。うわー、よし、パイナップル。パイナップルってさ、これ汁気が半端ないんですけど、チョコと合うかなこれ。いや、しかし
美味しいもの同士だから多分まずくなることはないんだ。あー怖い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 、手にぶっ刺さる。おおうまそう。ってことで主役のね、バナナ、確かチョコバナナってあれだよね。ああこれ折れないようにしなきゃ。全部じゃないよね、ちょっと残すよね、あのチョコつくところ。いいバナナだからさ、これ1本300いくらもすんだよこのバナナ。普通1房余裕で買えちまうぜ。これ刺すとこむずくね。刺すとこむずくね。こういう感じにいけばいいかな。あ、やばい、ういー、すごい見えてる男だね、これわかる。こっから入ってここに来てるんですよ。わかってる。未確認生命体だ。なにこれ、なにこれ、そこの塊が取れた。そこの塊、なんでなんか浮いてんだよと思ったら、あ、あー怖い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 、バーンだったら終わりだ。あー曲がってる。あー、ホットケーキみたいなチョコの塊が、あ、さよなら。浮いてきたみたい。主だ、チョコの主だ。うまっ、準備がいい感じですよ。キウイも剥いてね、ちょっと危なっかしい剥き方ですわ。はい、よし、危ないよ。あーなんかこれ、あーなんかこれ、あー嫌な感じしまって、2本のやつにした方がいいかも。ポンポン行くわ、これにしよう。あ、さすが、安定感が違う。ここで止まるから、ちょっと足んねえなこれ。長さがちょっと余っちゃうけど。よし、え、なんかクロスしてきてんだけど、なにこれ。まあいいや、まあいいや、わかんないけどいいや。オッケー、はい次リンゴね。リンゴもちゃんと皮むかないでいくよ。なんだってリンゴ飴もこのままだから、バーベキュースタイルってやつだな。うん、アメリカンバーベキュースタイル。おあ、おぉ、なんかリンゴ汁、うしゃー、やべえなこれ、超重て。そしてこれ、梨剥いたんですけど、梨ね、1個しか売ってなかったんですよ。1個しかない。よし、ちょっとちょっと、クレソン、グレープフルーツっていい香りだな。チョコよりいい香りかもしんねえな。ちょっとこういうみかん、グレープフルーツ、レモン、これ全部剥いてぶっ刺します。うわ、肉肉しいね、なにこれ。まるで馬の筋肉のような、うん、これを団子みたいに、みたらし団子みたいにぶっ刺します、全部。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、よし、レモンの匂いは、あ、あ、CX のような、あ、グレープフルーツの方がちょっといい香りだな。やっぱこたつに入ってみかんはいいわな。あ、やべえ、これあれじゃん、適当に剥くと、これてか、みかんってこれ分解しそうじゃね。これさ、今普通に剥いただけでさ、このちょっとガタついてんのよ、これ大丈夫かな。さあ、あとちょっとだ、みかん、みかんさ、この隙間がでかいから考えました、こういくんじゃなくてこういくから。大丈夫かな。お、大丈夫だ。おかしい、おかしい。でもこうしないと多分鍋の中にみかんが消えていく気がするんだ。おお、引っかかる引っかかる、うぃー。いやー、これうまいんだろうな。切ったら、切り分けた果実の片方のようにだよこれ。おお、この酸っぱさとチョコレートの甘さ、果たしてどちらが勝つのか。うん、よーし、レモン串、なんだこれ、グレープフルーツ串。これ高級グレープフルーツなんやけど、これも。さ、ラスボスはメロンとマンゴー、一番高いやつじゃねえかなこれ。メロン、これ1個2万円だからね。こんなちっちゃいんだよ、2万円、僕の顔より2回りぐらいちっちゃいのにこれ。あー、あれ硬っ、いいメロンは硬いんかな。おう、
あ、これ緑のタイプのやつだな。ああ、うわあ、マジ？うん、いい香り。マンゴーも薄くやるんだよな、これ。うわあ、初めて切るんじゃねえ、俺マンゴー。硬え、なんか。え、あれ？あ、皮だけ硬いのか。うお、綺麗だな、このマンゴー。マンゴープリンって感じがすごいな。種があんだ、これ。え？種なくね、これ全然。合ってる、これ。これで、こういう感じってことだよね。よいしょ。よいしょ。おお。あれあれ。あ、おお、こういうことね。ちょっと失敗してっけど、あ、これをやりたかったんですよ、僕。おーおーおー、ちょっと。でも、ぶささなきゃいけないんだね、これ。頑張ろう。マンゴー。マンゴーの串刺しにしたいんでね。あー、こんな感じ。あー。脆いなぁ、これ。チョコになんかつけたらとろけちゃいそうなんだけど。マンゴー。うめぇ。そもそもめちゃめちゃみずみずしいからさ、これチョコレートくっつくかなぁ。見てください。メロンは、こういう風に剥いたんですよ。メロンっぽい形でいきたいじゃん。メロンさーん。すごいよ。この形でいくからね。おー、いい。安定感すごい。よしよしよし。さすがにこれチョコの沼に落としてきたなんつったら大変なことになっちまうから。あー、メロン脆いな。早くいっちまおう。オッケー、完成だ。素晴らしい。いちご、パイナップル、バナナ、梨、リンゴ、キウイ、グレープフルーツ、米津玄師、みかん、マンゴー&メロン。かなり脆くて心配だけど、特に高い。そしてブルーベリー、ブドウ、サクランボ、チェリー。ブドウはこのまま いった方がいいよねと思って。さすがにこれさ、一粒一粒取って串に刺すとなんかつまんないじゃん。はい、沼にぶち込みます。ブンブン。超滑らかやん、おい。魔女かよって、これすごっ。ココアみたい。玉が一個もないの。下まで触ってもほら、もうこれ深っ。わかる？このお玉全部下まで行くとほら埋まっちゃうのよ、これ。やば、ここまで行くから、うちゅいーんって。やばすぎ。行っちゃいますよ。じゃあまず練習でバナナから。ふわっ、チョコバナナ。ちょっと舌を残しておくんだよな。うおー、行ってらっしゃい。こんなもん。いいよ。おお、これはちょっと待てよ。あー、バナナ。やはり恐れていたことが。しかし、まああれですね、チョコの神様がお前ちゃんと全部つけろよって言ったってことですね。これは難易度高いことが分かったぞ。ガンガンいくわ。こっちはなんとか。ちょっと、おっ、うまそううまそううまそう。あー、スピード勝負だ。パイナップル、ちょっとだけこの辺出しとくか。おお、めっちゃうまそう。見てこれ。あ、左コンロ起動中。あ、じゃあいちご一番下だけつけないとっか。あ、ホワイトいちご、さよなら。ホワイトいちご。ただいちごチョコケーキとかあるでしょ、こんな感じ。うお、なんだこれ、なんだこれ、なんですかこれ。うわ、そして普通のストロベリー。いや、うまそう。GO! チョコの沼に。うおほほー、やっほー。よし、これでパラパラタイムだな。パラパラタイムいきます。パラパラタイムいきます。今の若い子わかんないか。よし、いきます。お、うまそう、うまそう、すげえ。マジで店開けるべ、これは。あれれ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 れ、うわー、これあれだね、確かに、早く振りまかないとくっついてくんないから。うわー、あなたちょっとこれ流行るわよ、これ。これすごい。第1作品目、ストロベリーパイナップルバナナ。第2陣こちらです。みかん、米津くん、グレープフルーツです。うわー、落っこちそうだな、これ先っぽ。ちょっと頼むよ、技術。せーの、みかん。うおー、
みかんとチョコレートってどういう感じかな。お、なんかドーナツじゃん。あ、すごい、ポンデリングだ。みかんとチョコはポンデリングなんだ。よっしゃ、すごい、え、すげえ。はい、実験室4です。夢ならば、うわあ、あの日のチョコレートさえ、おお、素晴らしい、ちゃんとくっつくね。すごい酸っぱいものにもチョコレートはくっついていく、素晴らしい。そして、おお、グレープフルーツ、こういう感じ、せーの、ふっ、で、おい、あー、ちょっと幅がきつい。これね、こうやっちゃったらね、絶対落ちちゃうんだよね。頑張ってみっか。ちょっとくらい手が汚れても、また洗えばいいんだよ。あの日のグレープフルーツさえ、行ってくれよ、こっち向きに。よしよし、もう行っちゃうか、思い切って。はい、あ、大丈夫かも、案外落っこちないかも。あー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 、串まで行った、串まで行った、あったけー超あったけー。よし、よし、これでいこう。よし、早くスプレーをやんなきゃ。1、2、3のファイアー、OK。なんだこれ、スペシャルパラパラタイム。すげえうまそうなんですけど。見て、第二陣、柑橘系完全にこの辺ポンデリングだよ。ポンデリングっていうか、なんかあのチョコドーナツって感じ。あの第三陣、なかなか引き締まってる系。そして重い、キウイリンゴなしです。せーの、ふい、うー、あー、この串使いやす。うおー、あ、なんかちょっとチョコがくっつきづらいかも、キウイ。おお、でもなんかいい感じで、ちょっと怖いな。いや、これいくか、ちょっと危険、さっきからちょっとこれしなってるなし。これポチャンって言ったらこれ大事件だからな。あ、怖い怖い怖い、あー、折れそう、串が。うわ、なんかくっつかねえな、梨、チョコが。これね、あ、今はあんま分かんないと思うけど、これ見てほら、ここがポイント。ほら、これ梨だよっていうリンゴじゃないよっていう、ほら、これがプロ。あ、危ない、せーの、ふい、よしよし、邪魔邪魔邪魔、リンゴさん。スティーブ・ジョブズ、行くぞー。ふっ、ずー、これはやばい。今沼に浸かりました。お、綺麗綺麗、見てこの曲線、プロの曲線。こんくらいでもう出しちゃう、こんくらいで出しちゃう。はっ、うまい、これがプロの技なのか。うんま、はい、うわぁ、うまー、めっちゃ綺麗なんですけど。やべ、梨とくっつくな。よしよし、パラパラタイムだ、パラパラ、やべ、キウイが固まってきてる、やべ、パラパラタイム。キウイ、キウイ、キウイ、あー、キウイ、キウイのここがくっつかない、時間かかっちゃった。プロとしたことが、何やってんだ、ヤッホー。あえて塗らない、チョコをつけないっていうのが上手くなってきた。もう梨のこことかめっちゃうめえから。いやー、素晴らしい。続いて第4陣、くちゃくちゃしてるけー。見てこれ、もう水っぽくてさ、今にもくちゃってなんか取れちゃいそうなの。大丈夫かしら。メロン、マンゴー、じゃあまずマンゴーから。うちはね、イートリ使ってんだよ。マンゴーチョコ、大丈夫かこれ。いくよ、焼き鳥タレ味、イエー。お、すごい、落っこちない、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。お、いいじゃん、マンゴーね、早くスーパーパラパラタイム、早くしないとくっつかなくなるから。よし、オッケーオッケーオッケー、なんかこれいい色してんね、これも。よし、メロン、メロンの匂い、今言えんか、今チョコの沼に浸かりました、さよなら。うわー、すっごっ、ふい、よーし、パラパラ踊ってるバイトちゃうねん。はい、メロン&マンゴー、めちゃめちゃこのお星様が可愛いよね。ほら、なんかこのマンゴーのオレンジとメロンの緑がなんかチョコと合ってて綺麗。さあ、ラスト行こうか。
ラスト第5陣プチプチ系ブドウがラスボスです。まずね、両サイドのブルーベリーとさくらんぼいきます。ブルーベリーチョコ、ブルーベリーチョコなんかありそうだな。いきます、ブルーベリーチョコ。あー、また悪さするんか。おお、なんか芋虫みたいなんですけど、なんかこれは見栄えがちょっといまいちかな、これ。よいしょちょっと気持ち悪い。はい、さくらんぼ。チェリーですね、アメリカンチェリー。あ、なんか色が、あ、これなんかさ、色が近いから、まあ、同じく芋虫みたいなんだけど、なんかいいね、これ。ブルーベリーよりかはいい。おお、いい。それではブドウだな。ちょっと軽くかけちゃいますね。ブドウちょっと時間かかるとあれなんで。いいね。はい、チェリーも。うん、いい感じだよ。いきます、ラスボスブドウででんでんででんででんでんででんででんでんででん。あー、ぶどう。あー、ぶどうはもう、ちょっとこれは全部いっちゃうか。色あんまり変わんないし。うわ、あー、ぶどう、やば、チョコのなる木みたいになってる。ふっ、あー、すごいやば、うわこれちょっとなんかブドウ温かくなってそうだな。ラスト、これは綺麗だぞ。マスカット、ゴー。おお、ちょっと色を残しておきたいね、これね。オッケー、重て、重たい、チョコの重みが増している。お、めちゃめちゃ垂れてんの、これ、ほらチョコフォーンで、せーの、チョコフォーンで、おいえ、クラッシュ。うわ、ラスボスだわ、これ。これはみんなで美味しく食べよう、スタッフのみんなで。オッケー、完成。いやブドウのこの、これやばいな。何かわかんないね。ちょっと怖いな。やっぱりちょっとこうやって色を出しといた方がいいね。これで全て完成。ただバナナのはずだけど、多分期待を裏切ってくるから。じゃあまず作った順番に行こうか。いちごからいきます。うわー、わー、くっついてんな、なんか。よいしょ、じゃじゃん、いただきます。うわみずみずしい、おいしいいちごとね、こうチョコがね、めっちゃ分離する口の中で。嫌な予感、これ。他も全部そうだったらどうしよう。このチョコね、なんか主張が強くないね、このバナナチョコ用のチョコ。白いちご。危ない、危ない、突き出てるから、これ。お、分離パート2。ただね、いちご自体がうまいから、普通になんか美味しいです。ただ、うん、チョコといちごもそんなに合わなくはないね、美味しい。塗り方のクオリティが100点。パイナップル。パイナップルが、ごめん、これ全部いいフルーツだから、フルーツがうまいから、なんかダメではないね。だからチョコと合うかって言われると、どうでしょうって感じ。あ、来ちゃいましたね、来ちゃいましたね本日の主役、チョコバナーナいただきます。危な、分離しね。なんかバナナがねっとりしてるからか分かんないけど、分離しねえ、口の中で。うまいわ、これ。しかし本番はここからだチョコキウイ、
チョコなし、チョコなし、ギリギリで折れないチョコなし、ここがいいからね。いただきます。やっぱみずみずしいフルーツとチョコ合わねえんだわ。これもうインスタ映え優勝チョコリンゴ、リンゴ飴あるからリンゴチョコ。うん、リンゴの皮とチョコがミックスされて、微妙。あ、回転してる。チョコみかん、チョコみかん。え？皮とチョコ、口の中に皮とチョコだけ残って飲み込めない。来ましたよ、レモンです。チョコが勝つのか酸っぱさが勝つのか、いただきます。チョコの味しない。やべえ、ここは。あ、しかし、あ、その山を乗り越えた先に甘いチョコが、うん、これは流行る可能性を秘めてるぞ。これはチョコの甘みを今までで一番感じる後半に。これ癖になるね。これを乗り越えて、あー、甘っ、ちょっと好き。今日一番香りが良かったグレープフルーツです。あ、うまい。分離してるけどうまー。これなんか案外柑橘系の方がまだ合ってるかもしれないね。あの、あるじゃん、高級チョコでさ、オレンジのちょっと入ってるやつ。柑橘系だからなんかあんま嫌な感じしない。チョコマンゴー、おーご。ん、これはいいかも。美味しい、結構チョコマンゴーいい。さあ、来ました、フルーツの王様メロン、最高級2万円です。いただきます。メロンバーみたいな味すんな、スイカバーみたいな。チョコ入ってるじゃん、あれ。結構美味しい。芋虫系、ブルーベリーとチェリー。お、悪くない。やっぱ酸味系、ブルーベリーちょっと酸っぱいんですけど、酸味と合うのかな。ストロベリー、あ、違う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 。うん、アメリカとかにありそう。結構美味しい。さあ、びくともしないじゃんこれ。おい、ああ、ブドウが取れない。うっ、おー、ラスボス来た。いただきます。うめえ、超うめえ。結果、ダントツでバナナが美味しい。やっぱりね、バナナってかなり特殊なフルーツなんだなっていうのが分かりましたね。なんか一つだけさ、絞って水が出てくる感じじゃないじゃないですか。なんかうちぬちぬちみたいな、あれがなんかこのね、固まりきってないチョコとなんかこう性質が似てて、口の中でね、うまく混ざり合って美味しいんですよ。なので皆さんにはぜひバナナがおすすめです。まあ、ただ今回ね、これかなり高級フルーツなんで、今ね、あのスタッフさんたくさんこのカメラの向こうにいるんで、みんなで食べたいと思います。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひポチッとお願いします。
その他、私ヒカキン、Twitter、Instagram、TikTok など SNS もガンガン投稿してますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。ダーラクダーラクダーラク、ダーラク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 。動かない。え、これマジで動かねえじゃん。